言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなどリピーターには大人気です。さあ、今日は名古屋審査会おなじみ ZIP ホテルさんにやってまいりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、今日は7階の715室。はい、ね。ここは何が売りなんでしょうか。はい、こちらゴールドブティックっていうお部屋になりまして、はい、VR が、はい、以前やりましたね、はいはい。お部屋になっておりますね。はい。はい、まず先に入られて下にございますが、はい、バスマットなんですけど、はい、これ、まあ、自社ならではのオリジナルオリジナルですね。いや、ふかふかだよね。そうですね。そして、はい、このお風呂が、はい、そうですね、わー、はい、はい、こちらがですね、うん、マイクロバブルストーンバスになってますね、はい、こちらにボタンがありますんで、はい、こちらを押していただきますと、はい、おー、ジェットバス、ただのジェットバスじゃないんだ。はい、ジェットバスとさらにこれをなんか出てる、はい、横からですね、これがマイクロジェットバス。はい、そうです。あー、で、入浴剤入れて楽しむ。そうですね。そして、はい、今日はなんかね、ちょっとこのゲームを、はい、ね、ゲームをやってます。ということで、罰ゲームありのゲームに行ってみます。さあ、ということでね、ゲーム100分は一見しかす、こちらですね。懐かしい、ね、もうゲームで引っ張ってて黒ひげかって、うん、ね、VR かと思ったら違う。もうご存知ね、はい、刺して飛び出たら負け。はい、はい、行きましょう。3人で3人で行きます。3人で、はい、負けた人はもう罰ゲームまだ言いませんね、はい、はい、まだ罰ゲームは内緒にしておきます。はい、これ強いからね。はい、うわ、怖っ。何もあんのこれ。怖い、はい、どうぞ。はい、じゃあ、やだ、僕が負けたらあれなんですよね。いや、いいですよ。効果音出すな。うわ、これどこか分かんないんじゃない。ここがやめてよ。さあ、そして罰ゲーム、はい、これですね、こちらね、はい、シャチリンさんの、はい、5辛のラーメン。これ相当辛いです。これをですね、みんなで見るだけ。うわうわうわじゃあ食べます。はい、いくよ。十分辛い。辛い。せっかくなんで。嘘でしょ。せっかくなんで、せっかくなんで。噛んだのに。やばそう。いただきます。ちょうどこの日。やばそう。というわけで、今回ね、はい、黒ひげゲームの何のことない本当にね、ゲームをやりました、はい、で、罰ゲームシャチリンさんの5からでした、はいね、では、はい、はい、今週の合言葉、はい、シャチリンで、はい、わかりました、シャチリン、これを言っていただければいつものサービスがあります、はい、あー、辛かった。皆さん、お楽しみ、はい、ありがとうございました。